中国共産党の重要会議中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議が20日開幕しました初めて法による統治がテーマになりましたが特に注目されているのが失脚してから処分が保留になっている前政治局常務委員の習英孝の処置です死刑になるだろうとの情報もあります北京で開かれているこの会議は

法律で一党独裁を制御しないと、真の司法改革は夢のまた夢だと学者は考えています。またこの会議で、習近平が習英公に死刑、あるいは執行猶予付きの死刑を下すという情報も聞かれます。 都已经对对周永康都是一个非非常严重的这个这个这个惩治了。他们现在无论是怎么样处置周永康啊，消息都不会出来。就是说最后就是说判刑的部分要怎么个判刑法，他们应该还在内部讨论中。の李などはすでに頭席を奪われ免職になりましたが、この会議でその処分が追認されるとられます。 その他、香港の雨傘運動について話し合われるのかどうかも注目されています。新東人テレビがお伝えしました。